はい、このだしポットにまずこの真昆布を入れます。真昆布入れます。で、こちらのマグロ節、これもこのポットに入れます。ちょっとたっぷり入れちゃいます。はい、それでお湯500ml 今入れてますけど、だーっと流します。はい、これで美味しい出汁が取れるんです。これで1分待ちます。